またしました。で、こんな感じで、ちょっと清掃しながらね、気持ちよーくやっていきましょう。で、私に関する質問が来ているんですけれども、まず1個目、薬莢さんは身長何センチですかっていう話ですね。はい。ズバリ156センチです。いやね、ちょっと嘘ついたんですよ。多分ね、155.7くらいなんですけど、四捨五入して156センチあることにしてます。はい。平均的くらいなのかな、この身長ってね。まあ、身長で特にね、不便に思ったことはないです。普通っすね、普通。身長に関しては何か思うこととかはないかな。次、顔のパーツで一番好きなパーツは？難しいね。なんかあんまりね、なんか自分の顔に執着がないっちゃないんですけど、まあ、よく特徴的だと言われる顔の部分は目ですね。目が、二重で結構目が大きいんですよね。だから目は結構特徴的で、無表情で見つめていると睨まれてるんじゃないかって皆さんよく勘違いされてますね。はい。目つきが悪いわけじゃないと思うんだけど、なんか目力がすごいってはよく言われるかな。あとはね、寝てる時に白目になってるみたいです。半目かな？半目になって白目向いて寝てるみたいですね。はい。なんか、まぶたに目が収まってないのかな？知らないけど。なんかね、白目になるってよく言われるね。で、次。現在のヘアスタイルはどんな感じっていうことだったんですけど、実は皆さん割とね、そのヘアスタイル見てると思うんだよね。実は VTuber の髪型なんですよ。まず、はい、これ。これですね。で、まずこれなんですけど、これ VTuber の正面から見た髪型ですね。基本私こんな感じで、ちょっと左右に髪の毛少し出して、で、前髪はそうだね、眉毛よりは長めにしちゃうね。なんか眉毛あまり見せたくないんだよね。この V の姿っていうのは、ちょっとあんまり自分の姿と乖離しないように髪型とかはね、寄せてもらったんですよね。これなんですけど、後ろから見た画像っていうの皆さんあんま見たことないと思うんですけど、実はね、はい、こんな感じで、後ろから見ると VTuber の髪型ってこんな感じになってるんですよ。お団子で、この三つ編みでちょっとくるっと巻いて、ちょっとリボン挟んでるみたいな。で、当然ね、リボン挟んだりとか三つ編みはしてないんですけど、後ろ姿こんな感じで、団子にして普段や、仕事とか、外にいたりとかしますね。楽なんだよ、この髪型。この髪型めちゃめちゃ楽です。どんなに寝癖がひどい朝でも、この髪型にすれば寝癖なんてわかりません。髪の毛水で濡らしたりとか、ヘアスタイル剤とかで直して、ドライヤーかけてなんてことは一切せずに、この髪型にすることができるので、この髪型は本当に気に入ってます。ずっと私この髪型ですね。はい。あと私ね、この首のところに髪の毛かかるの嫌なんだよね。ここに髪の毛がかかってる状態だと、ちょっとイライラするというか集中できなくて、だからここは必ずアップにします。ポニーテールとか、こういうお団子状態にして必ず首を出すみたいな。ちなみに髪色はもう全く同じ色かな、VTuber のこれと。まあ、黒は黒なんですけど、ちょっとアッシュ系の色にして、こう、透明感がある色にしてます。アッシュ大好きなんですよ。という感じですね。はい。で、次は、似てると言われたことのある芸能人は？もしくは動物でも。そうですね。私はね、動物に例えると、まあ、猫とか犬に似てるってよく言われます。職場の人に。なんでかっていうと、私サバイバルゲームのしすぎかわからないんだけど、こう、角の出会い頭に人がいるとびっくりして飛び上がっちゃうんだよね。本当にこう、ビクってこう、足音とか明らかに聞こえて、柱の影とか、こう、曲がり角に誰かいるな、みたいな感じで分かってれば、別にね、驚いたりとかしないんですけど、自分が予想だにしない人物が、私のこう、視覚から現れると、すごいビクって飛び跳ねるんですよね。あとは、電話が来てもビクッと飛び跳ねますね。はい。お仕事の業種は？っていうことで、まあ、お仕事の話が出てきましたね。あんまり私、お仕事の話したことないですよね。で、まあ、言える範囲で職種とかあればっていうことなんですけど、まあね、あんまり実は私あんまり面白いような職業にはついてなくて、面白いというか、まあ自分がそんなに興味ないからかもしれないんですけど、まあ会計職ですね。はい。会計事務をやってます。まあ、簿記って言ったらわかるかな。会計帳簿つけたりとか、会社のお金をつけたりとか、まあ、記録したりとかっていう職業が主ですね。まあ事務職っていうやつですか。あと契約書結んだりとか。まあそんな感じの職業ですね。ほんと、事務職って感じです。で、そのおかげで一応この間の確定申告ね、割と楽に対処できました。
あ、なんか仕事で見たことあるやつだって思って、まあ、そのままね、確定申告をさせていただきました。まあ、ある意味会計職やってるとそういうところでは楽というか強いね。まあ、やってて、まあ、この仕事やっててよかったなって思います。あとはね、まあ、会社全体としてどういう仕事をしてるかって言われると、なんかいろんな仕事してんだよね。建築業、主に建築系の仕事かな？でもなんかいろんなサービスとかを提供してて、水売ったりとかもしてますね。あとは、まあ、純粋に建築したりとか、はい。だからね、この3月4月のこの、何？ 12 月と3月4月？この人の入れ替わり時期とか、まあ、お金がちょっとある程度こう、区切りのつく月っていうのが大体12月とか3月4月なんですけど、この時期めちゃめちゃ忙しいんですよね、本当に。だからこうなかなか、ああ、ああ、YouTube が YouTube でがきでなきない、もうい、会社なん会か社なん嫌かいだ、嫌いちだ、くし畜ょう、生。みたいな感じで、こう、Twitter で愚痴ることがありますけど、まあ大体それって3月、4月、12月なんですよ。私の頭の中では薬莢さんは地下のアイドルやってることになんだと。いや、地下アイドルなんか、無理だよ。で、次。今後、顔出し配信の可能性は何パーセントくらいありますか？っていうことなんですけど、顔出し配信ね、いいよね。まあ、VTuber の、私 VTuber のね、配信をやってる時があるんですけど、あれなんで VTuber の配信やり始めたかっていうと、顔出し配信ができないから VTuber の配信始めたんですよ。まあ、VTuber とか顔出し配信のメリットっていうのはやっぱ表情が見えることなんで、こうね、和気あいあいとした楽しい表情とか、あとは悔しがった表情とかが見れるとかね。やっぱゲーム以外の注目できる素材があるので、やっぱりこう、リスナーのみんなを飽きさせないみたいなメリットとか良さっていうのがあると思うんだけど、会社勤めな限りはやらないだろうね。迷惑かかるかもしれないから、その自分がバレたことによって、どのくらいの迷惑がかかるかっていうのが、こう、計り知れないパターンっていうのがあるから、まあ、会社勤めの限りは無理だな。うん。っていうかさ、そもそもその、会社に迷惑かかるとか以前にさ、職場の人に知られたくない。あれ、まるまるちゃん、薬莢っていう名前で配信してたんだ、とかって。無理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 。もうこの世の恐怖だよ。まあ、親にバレるのは別にいいかなって思うんだけど、会社の同僚とかにバレるのはね、きついよ。きついですよ。だからね、知られたくない。単純にね、職場の同僚に知られたくないっていうのが一番大きいと思う。はい。独立して、その会社とか辞めて、もし YouTube 一本とかになるのであれば、まあね、こうたまにその職場の同僚とか会った時に、こう話する程度だから別にいいんだけど、こう毎日顔を合わせる人にこの存在を知られたくないんだよね。なんか恥ずかしい。この、恥ずかしいっていうか、すごい真面目に私は YouTube やってるんだよ。YouTube やってて、本当にみんなと楽しくね、ゲームやってるっていう感覚があるんだけど、まあ、仕事ではね、正直こんな感じじゃないんですよ、私って。本当に早く家に帰るために、なんか無言でロボットのように多分、仕事してると思う。あんまりね、笑ったりとかもしないね、職場に行くとね。そんな人がさ、こうやってさ、ゾンビとかに追われながらさ、ややだ、だ、あの犬ふ犬ざふけざんけな、んマなジマジで、で、チクチショチククショショチクチクシショョ、わわーーみみたいたいなな感感じじで、で。まあ、やられちゃったりとかね。そんなこう、ギャップ的な姿を、なんだろう、見られるのは嫌かなっていう、嫌だなっていう。逆だったらいいんだよ。視聴者のみんなに、仕事の姿を見てもらったりとか、そういうのは抵抗がないんだけど、逆がきつい。なんだろう、そんなに、やっぱ職場の人に私気許してないのかもしれないね、そう考えると。あ、そうよね。あとはさ、単純にさ、会社の愚痴とかも言いたいじゃん、みんなでさ。だからそういうのを考えると、職場の人に知られている、この YouTube のアカウントでさ、職場の愚痴なんか言えないじゃん。言っちゃダメじゃん、そもそも。え、でもさ、もし、バレるとしたら、何でバレるかな？口調とか。まあ、多分そうだと思う。無理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 とか、マジ無理とか。そういうことを言って、まあ、もし、まあ、私のチャンネルをね、よく見てくれている人が、職場にいるのであれば、バレるかな？でもやばい。さっき私さ、日頃の仕事の姿とかさ、言っちゃったから、あれ？お団子姿？あれ？無理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 ？あれ？普段は目を合わせない？あれ？薬莢さんってなるかもしれないね。あれ、それは大いにあり得るぞ。今日回答した情報をもとに、もし職場にそういう子がいたら薬莢さんかもしれないですね。はい。
やばいですね。これは薬莢さん、見バレする日も近いかもしれないですね。あ、そうだね。あと、飲み会に連れてって、とんでもなく喜んでたら、まあ、可能性はかなり高くなるよね。まあね、そういう風になんか怪しい子がいたとしたら、まあ、そっとね、知らんぷりをしててあげてください。